こんにちは、ドラマードラム講師の石川圭介です。動画を見ていただきありがとうございます。5分で学ぶ今日から使える積み上げワンフレーズレッスンといたしまして、こちらのコーナーではですね、実際に曲で使われているワンフレーズから抜粋いたしまして、丁寧かつ迅速に動画1本あたり約5分程度で解説していきます。この動画を見ていただくことで、楽譜の読解力とリズムパターンの引き出しをどんどん増やしていくことができますので、ぜひ最後までご覧ください。動画はなるべく頻度を上げてどんどん更新していきますので、一緒に上達したいという方はぜひチャンネル登録の方をよろしくお願いします。それでは早速やっていきましょう。本日のワンフレーズはこちらになります。はい、今回こういったフレーズになります。オフィシャルヒゲダンディズムのユニバースという曲の、サビの部分のリズムですね。今回かなり難しいフレーズになりますので、かなり頑張って取り組んでみてください。というわけでまず一拍目からですね、ドーンドですね。はい、うんも言わずもがなのクラッシュシンバル、クラッシュシンバル叩いて一拍目、同時と16ボンと4つ目のところに足を入れるので、ドードですね、シャードダンダダンですね、ドードと言って、そして2拍目、これも片手でいきます。16、右手で4回、16分なので4回叩いて、その頭にスネアドラム、そしてその4段目のところに足が入ってきます。1拍目2拍目整理します。はい、ドーンドですね。そして3拍目、ドーンド、はい、同じくもう基本的に ずっと16でこう右手刻むので、そこはもう留意しておいてください。1個目と4個目のところにバスドラム入ってきます。ドーンドってこれだけ見てもちょっと分かりづらいので、つながりで見てみると3拍いってみたいと思います。こんな感じですね。シャーッドダーッドドッド。そして4拍目でまた、ダーッドが来ます。これ2拍目と同じ形ですね。ダーッド。なんで1小節まず振り返っていくと、シャーッドダーッドドッドダーッドです。もうこの時点で難しいですけど、もう全然リピートないんで、次2小節目いきたいと思います。2小節目は、ドッドダッドドッドッドダッダッって感じですね。まあ1拍目、ウードッド。4回叩いてる2つ目と4つ目のところにバスドラム、ドッドで、2拍目がタドッド、ハイハットの2つ目と4つ目のところにバスドラム入る一緒なんですけど、バックビート、スネアが入ってるので、なのでチドッドタドッドですね。3拍目がドッドです。なんでチドッドタドッドドッドっていきます。そして4拍目でタッタッなんですね。開けて閉めてすぐ開ける。そして4つ目のとこでオープン。3小節目いきましょうか。つながりから見ていきます。2小節目から見ていきます。ドットタドットドットパッタッタッタッって言ってください。そのままタッタッと3小節目にまたがるように。ドットタッタッタッ。この3小節目、4小節目の流れっていうのは結構似てますね。っていう感じで、3小節目も4小節目も、ダッダッドダッドドッドダッツダッダッダッドまでいって、はい。クラッシュシンバルで大きくパーンパーンって動きがあります。なので、ここで刻みが、1回減って、クラッシュのパーンパーンと上の刻みになります。で、3拍目が、って感じでシャーッですね。そして4拍目がタード、普天8部でバスドラムが入っているので、クラッシュしてすぐバスドラムタード、そして、4つ目のタード、タの位置のところにトレモロでゴーストが入っているので、タードザっていう音ですね。もう一回さらっと復習しておきましょうか。ドードタという上級者向けの内容となっております。まあ、ある程度譜面が読める方は挑戦してみてください。本日の解説は以上となります。ありがとうございました。動画を最後までご覧いただきありがとうございます。今後もドラムに関するためになる情報を発信していきますので、チャンネル登録の方をよろしくお願いします。
します。また今回演奏した曲を含めピアスコアというサイトで楽譜の販売をしております。こちらの方は毎日更新しておりますので、もしよろしければそちらも覗いてみてください。概要欄にリンクを貼っておきます。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。